皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、正しい髪の毛の乾かし方、傷まない髪の毛の乾かし方について紹介します。この方法で病院帰りを再現できる乾かし方になりますので、ちょっとね、動画自体は長くなっちゃうんですけど、すごく大事なことをお伝えしておりますので、ぜひ最後までご覧ください。動画の流れとしては、まずはタオルドライの方法、あとは根元の乾かし方、前髪の乾かし方、ブローの方法、最後にパーマヘアの乾かし方、この順でご紹介します。じゃあ分かりやすいように、今日はお人形さんでやっていきます。まずお風呂上がりに髪の毛が濡れてる状態、この時にまず乾かしていくところっていうのは根元の部分になります。なのでタオルを上から、頭の上からちょっとかぶせて、根元の水分を優しくタオルを押しながら取っていきます。この時にガシ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 ってやっちゃうとダメージの原因にもなるかなと思いますので、優しく水分を取るようにしてください。この水分をしっかり取ることによってドライヤーの時間もかなり短縮できるので、ダメージの軽減もできます。で、その次に中間毛先、ここの部分の水分を取っていきます。毛束を取ってタオルでしっかりとこう優しくこう包み込むような感じで水分を取ってあげます。間違ってもガシ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 ってやったりとか、例えばこうねじりながらこう髪の毛の水分を取ってしまうと、キューティクルをね、傷つける原因にもなりますので、しっかりとタオルを乗せて優しく押さえるように、ちょっと軽くね、トン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 ってやってあげると、まあ髪の毛の多い方だったらしっかりと水分が取れるかなと思うので、まずこういう風な感じで毛先の水分を取ります。タオルドライが終わって、で、この状態でこう指を通した時に引っかかってなければ、もうこの状態で洗い流さないトリートメントをつけて乾かすで大丈夫なんですけど、ちょっとね、この状態で引っかかってる状態で乾かしてしまうとまたダメージの原因になりますので、その時は軽くブラシで溶かしてから乾かしていきます。このブラシを溶かす手順なんですけど、いきなりね、根元の方からガッと言ってここで引っかかってしまったら切れ毛の原因になったりもするんですね。なので一番最初に溶かすのは毛先の部分、ここのあたりから優しく溶かしていきます。ある程度最初は引っかかったりとかするの で、その引っかかったりする時にこう無理やりやっちゃうと毛先もダメージやっぱり出ちゃうので、ここも本当に優しく少しずつ丁寧に溶かしていく。これをね、本当に毎日やるだけでも髪の毛かなり綺麗になります。徐々に溶かしていって、全体的にね、中間で根元の部分に溶かしていって、指通りがね、上がるぐらいの状態でやります。この状態でトリートメントをして乾かしていきます。次に、ドライヤーで乾かしていきます。その時に、使う風量は強風。大体これ皆さん使ってるんですけど、次に弱風で冷風。この3つを使い分けて美容師は乾かしていきます。それでだいぶツヤ髪になっていきますんで、この3つを使い分けていきましょう。じゃあ実際にドライヤーで乾かしていきます。まずドライヤーをそのまま当ててしまうと表面だけにね、風しか当たらなかったりもするので、なるべく髪の毛を持ち上げて根元に風を通すような感じでドライヤーで乾かしていく、これがポイントになります。ドライヤーの当てる角度なんですけど、これをね、ちょっと斜め下から、皆さんね、こう結構手が楽にしたくなっちゃうので、ちょっと斜め下からやっちゃうと毛羽立ちが出る可能性があります。大変なんですけど、少し斜め上あたりぐらいから乾かしてあげる。そうすると根元のボリュームだったりとか髪の毛の収まりが結構綺麗になります。なので斜め上から当てる。で、ドライヤーの距離もうだいたい15センチから20センチぐらい開けてあげると頭皮も熱くなかったりとかね、熱によるダメージも抑えれますので、少し離し気味でやる。特に乾きづらいところ、この耳後ろの部分ですね、この部分で髪の毛が結構密集してます。バーッと全体的に乾かしてもここだけなんかちょっと湿ってるなーっていう方が結構多いかなと思うので、ここの部分はしっかりとめくってしっかりと風を当てて乾かすようにしてください。一番最初ね、ここを中心に乾かしてもいいかなと思います。この手順で実際に乾かしていきます。実際乾かし終わった状態です。乾かす度合いというか 80% ぐらい乾けば OK なんですけど、それってじゃあどれぐらいなのっていうふうにね、思うと思うんですけど、こう若干こう握ってみて
ちょっと湿ってるかなっていう状態まで乾けば OK です。毛先がまだ若干こう水分が残ってる状態、こういう風な乾かし方が一番ベストです。最初にね、根元を乾かす時に全体的に根元乾かすんですけど、その風が毛先に当たってるとやっぱりね、より乾燥しやすかったりもするので、なるべく根元だけに風を当てる、こういう風に乾かしてあげるとベストなので、しっかりとねその辺も覚えておいてください。ある程度乾かし終わってたら、右側の部分がこう前に跳ねたりとか、毛先がポーンって跳ね出たりする方って結構いないですかね。基本的に、大体の方っていうのは基本右が跳ねやすいです。これの理由としては、まず根元の方に癖があるっていうのと、あと大体日本人の方のこのつむじ、毛流れの形的に右側っていうのが大体後ろ向きに生えてるんですね。サイドとこの耳後ろの部分、全体的に後ろ向きに生えてます。なのでこの状態で癖を取らずに乾かしていくと、毛先がピョンと前に向かったりとか、ちょっと横に跳ねます。これを解消する、方法があります。この後ろに生えてる髪の毛、根元をね前に向かって乾かす、これがポイントです。サイドの部分を前に向かって乾かす、こういう風に乾かすことによって根元の向きが全体的に均等になります。そうすると毛先が跳ねなくて綺麗なフラットの状態になります。自分で乾かすときってどういう風にやればいいかってわからない方も結構いらっしゃるかなと思うので、僕が大体お客様にお伝えさせていただいているのが、ある程度ね8割今乾いた状態です。この状態で少し頭を前に倒す、この状態でもう自分が前かがみになる状態ですね。後ろからドライヤーを当てながら前に引っ張る、こういう風にして前に引っ張りながら風を当てていくと、このね根元の向きが均等に前に向くので髪の毛が収まります。癖が強い方もこの時点でちょっとね引っ張りながら全体的にねやってあげるとかなり綺麗に伸びますので、この部分で強風でやってあげるとベストかなと思います。うねりとか癖がある方は指でねちょっとこう引っ張りながらドライヤーの風で上から当ててあげる、こういう風にして癖を伸ばすようにしてください。次に、根元を乾かしている時に前髪がある方は前髪も一緒に乾かしていきます。この時にまずポイントとしては、節である程度のね自分の前髪の形になるように溶かしていく、その次にドライヤーをかけていくんですけど、風の向きは両方から左右ドライヤーの風を当てていく、そうすることによって根元の立ち上がり、ボリューム感が出たりとか、あとはねぱっかりと分かれやすい方っていうのも癖がね少し綺麗に伸びて形が綺麗になりますので、左右から風を当ててください。実際にドライヤーで乾かしていきます。でこの時の風量は弱風で乾かしていきます。乾かす時のポイントなんですけど、なるべくね根元をこう軽く優しく擦りながら乾かして、擦りながら少し左右に引っ張るような感じで乾かしてあげると癖がしっかりと伸びてボリュームが出やすくなります。弱風で乾かすポイントもあって、強風でやっちゃうと変にね前髪の跡がつきやすかったりもするので、弱風で少しずつ乾かしていくのが前髪が綺麗になるポイントになります。次にブローの方法です。大体皆さん持ってたりするのってこういうロールブラシでやると思うんですけど、ブラシをね当ててでこのままブローをしていく、これでできる方もね、いらっしゃるかなと思うんですけど、結構やりづらいと思う方っていませんか？最近僕、お客様でねサロンワークで使ってて一番やりやすいのがこれツインブラシって言います。これどういうのかって言ったら、髪の毛があるじゃないですか、髪の毛をこのまま挟みます。でこの状態でドライヤーを当ててやってあげるとめちゃくちゃ髪の毛綺麗になります。ブローが苦手な方でもただ挟むだけなのですごく簡単にできるので、個人的にねブローが苦手な方におすすめの、アイテムになっているかなと思います。気になる方はこれ一応概要欄にリンク貼ってるので、よかったらご覧ください。実際にねブローをしていく際に挟んで、この時に弱風で当てます。温風で当ててしまうと結構ね当てる位置によっては結構毛羽立ちが出てきて髪の毛が綺麗にならなかったりもするので、弱風で優しい風で当ててあげる、
そうするとツヤツヤな髪の毛になりますので、その方法でやってください。一緒くたにね、こう一気に挟んでブローして綺麗になる方に関してはこれで全然大丈夫なんですけど、髪の毛の量が多かったりとか、あとは癖がちょっと強い方に関しては少しね、こういう風にラッカールで分けてからこういう風にブローしてあげる。そうすることによって髪の毛がより綺麗になりますので、髪の毛の量が多い方、癖が強い方に関しては分けながらやるようにしてください。で、以下の手順でやってあげると、最後にねブラシで足してあげるとサラサラツヤツヤな仕上がりになります。この後にねスタイリングされる方に関してはね、巻いてもらったりやってあげるといいかなと思います。最後にパーマヘアの乾かし方をやっていきます。今までの手順で根元だったりとかを乾かしてください。このパーマが綺麗に出ないっていう方がね結構いらっしゃるかなと思うんで、僕がいつも乾かしてる方法なんですけど、普通にねこのままの状態でドライヤーをかけてやっていくとパーマって結構カールがダラーンと崩れてきます。この時に一番最後にカールをね下から持ち上げるような感じ、この状態でドライヤーを弱風で乾かします。そうすることによってね、毛羽立ちもそんなにあんまり出ないで、ツヤっぽいね感じで綺麗なカールが出てきます。これをパーマのカールが出てるところをこう持ち上げながら順々にやっていく。そうすると綺麗なパーマヘアができます。はい、こんな感じで傷まない乾かし方について紹介させていただきました。結構ね、分かってる方もいるし、多分分かってなかった方もいらっしゃるかなと思うので、やらないとダメだけどできないっていう方はね、ぜひこの方法で試してみてください。本当に長いスパンで見たらね、半年とか1年後で髪の毛がめちゃくちゃ綺麗に変わります。なのでぜひ参考にしてみてください。今日ね、動画すごく長い動画になってしまったんですけど、最後まで見ていただいてありがとうございました。皆様のためになるように一生懸命今後も動画を作っていきますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。